バレリオス・スタイスが1901年に沈没船から発見したアンティキティラ島の機械。バレリオス・スタイスはギリシャの考古学者である。1857年にキティラ島で生まれたスタイスはアテネで医学を学んだ後にドイツで考古学を学んだ。彼はギリシャに拠点を持つ外国の考古学学校の発掘の無給キレーターとしてギリシャ考古学サービスに入った。彼はすぐに アルゴリスとコリントスの古代美術のキュレーターに任命され、後にアテネ国立考古学博物館のコレクションのキュレーターとなり、その後さらにディレクターとなった。彼はエピダウロス、アルゴリス、テッサリア、アンティキティラ島、スニオンミサキ、ラムヌスなどで発掘した。アンティキテラ島では1900年から1902年に、 かけて、最初の世界的な海洋考古学的な発掘を行い、後にアンティキティラ等の機械と呼ばれることになる。最初は、さまつな発見とみなされていた遺物の重要性を認識した。彼は、多くの研究を発表し、1923年に死去した。彼のいとこは、大臣となった有力な政治家、スピリドン・ステイスであった。ありがとうございます。